せめてこの子が結婚するまで行きたかったけど。あなた、ゆか子をよろしくね。そう力なく懇願する彼女の手を俺はぎゅっと握りしめる。ボロボロと涙を流し、うん、うん、とうなずくのが精一杯だった。妻に伝えたいことがたくさんあったはずなのに、これで最後なんだっていう絶望感から言葉が口から出てこない。彼女はふっとかすかに笑い、そして静かに息を引き取った。ねえ、ママなんで起きないの？ママと遊びたいのに。幼い娘は母親の死をまだ理解できずに、首をかしげながらそう俺に問いかけてきた。ママはね。なんとか娘にわかるように説明したいが、涙が止めどなく流れて、その先を続けることができない。俺はただ娘をぎゅっと強く抱きしめることしかできなかった。俺の名前は国光恒夫、56歳。あれから20年以上の月日が流れ、俺の娘、ゆか子もあっという間にお見合いをするような年頃。片親の娘なんてありえないでしょう。しかも父親が中卒なんて、私たちをバカにしていますの？初めてのお見合い相手が、うちの家庭を偏見で見下すろくでもない家の子供とは思いもよらなかったけど。お見合いなんて初めてのことだし、そういうしきたりには疎い俺。なあ、ネットで見たんだけど、お見合いって釣りガキってやつがいるんじゃないのか？お見合いを仲介してくれる知人にそう尋ねたが、ただ一生に付されただけだった。国見の娘なら心配いらないって。それに今時そこまでガッチガチに形式ばったお見合いなんてそうないんじゃないか？元同級生のそんな言葉を信じてお見合いに臨んだ結果、こんな風に見下されているのだ。相手は地方銀行の頭取の息子。両親が花から俺たちのことを否定してくるこの状況を収めようとするわけでもなく、ただヘラヘラとしている。こんな男に娘を渡すわけにはいかないな。それにこれ以上ここにいても時間の無駄ってものだ。俺がお見合いの打ち切りを提案しようとする矢先、娘がさっと立ち上がってこう言った。わかりました。もう結構ですので。そう言ってさっさと一礼。ちなみにくだらない偏見で私たちを見下すようなあなたの銀行にはもうお金を預けたくないので、口座を解約させていただきますね。続けてあくまで冷静な口調でそう告げた。相手の両親は一瞬あっけに取られながらも、ゆか子が預けている金額なんて大したことないって思ったのだろう。二人で顔を見合わせてから大笑い。まさか、あなた方がこの口座の？後日、俺たちがその銀行を訪れた際に、そう言って顔面蒼白になるなんて予想もつかなかったことだろう。振り返ってみれば、俺の父は人が良すぎる人間だった。建設会社に勤めていた父は、その人柄の良さにつけ込まれてしまう。多額の借金を背負わされて、会社は倒産に追い込まれることに。父は騙されたショックと心労が重なり、ほどなくして亡くなってしまった。当時高校生だった俺は
中退せざるを得なくなり、母親と共に借金返済の日々が始まったのだ。俺はあえて現場作業員として働くことを選択。俺、将来父さんの仕事を継ぎたいと思ってるんだ。だから高校を卒業したら父さんの会社で雇ってよ。そう言ったところ、父はホクホク顔で俺の顔をぐしゃぐしゃと撫でてくれた。そうか、常雄は俺の会社を継いでくれるのか。父の顔がとても嬉しそうで、俺も自分の夢を肯定してもらえたことがとても嬉しかった。それから俺はずっとその目標に向けて自分なりに努力してきたつもり。学校が休みの日には父に頼み込んで現場に連れて行ってもらったり、将来のためにいろいろと見て吸収した。父さんの会社はなくなっちゃったけど、俺が新しい会社を立ち上げてやる。父さんの会社よりも立派な会社にできたら、天国の父さんは喜んでくれるかな。そんな気持ちを胸に、ただひたすらがむしゃらに働く毎日。それから10年が経ち、ようやく借金の返済が終わった。俺は現場監督としてキャリアを積んでいる。ねえ、借金完済できたんだし、そろそろ自分のプライベートも考えたら？恋人の一人くらいいてもおかしくないんじゃないの？母にそんな風に言われていたが、俺は仕事一筋。女っ気は全くない。だが、そんな俺が中学時代の友人の紹介で知り合った女性に、まさかの一目惚れ。彼女も俺に好感を持ってくれたようで、割とすんなりと交際をスタートさせた。そこから先は相当苦労したが、それでもなんとか彼女と結婚までこぎつけたのだ。そして数年後には娘の由香子が誕生。この先も家族の幸せな時間が続くと信じてやまなかったが、妻は由香子が3歳の時に癌で他界したのだ。俺は母や義実家の助けを借りながら、なんとか仕事と家庭を両立し、由香子を育て上げた。と言っても、由香子はとても利発な子で、俺を困らせたことはほとんどない。小学生の頃から積極的に家事を手伝ってくれたり、中学生の時には立派に料理をこなして、俺に弁当を持たせてくれるまでになっていた。むしろ、由香子に困らせられたのは、大人になってから。学生時代は勉強一筋。俺に似たのか、就職してからも、仕事一筋の由香子だった。浮いた話は全くない。これはどうしたものかな。と悩んでいると、かつて妻を紹介してくれた中学時代の友人から連絡が入った。知り合いの息子にいい人を紹介してほしいとのこと。お前んとこ娘いたよな。お見合いどうだ？俺が2代続けてキューピッドになったりして。そうおどける友人に俺は、そうだといいけど、と笑って娘に聞いてみるよ、と約束した。ひょっとしたらいい機会かもしれない、と思ったのだ。その日帰宅してから頃合いを見計らってお見合いの話を持ち出してみた。由香子は無表情で俺の話を聞いており、感触がわからない。やはり断られるかな。そう俺が諦めた瞬間、娘が口を開いた。お見合いなんて自分がすると思ってもみなかったけど、一度経験するのもいいかもね。俺の予想を裏切って、由香子はお見合い話を受け入れてくれたのだった。そして、お見合い当日。俺は由香子を連れて
お見合い場所の高級料亭に向かった。こちらでございます。お店の人に案内された個室には、見るからに高価なスーツと着物に身を包んだ夫婦。そして、メガネをかけた線の細い男性が待っていた。はじめまして、高橋ひろきと申します。相手の男性に続いて、ゆか子も丁寧に頭を下げる。国見ゆか子と申します。今日はよろしくお願いいたします。ひろきさんとゆか子はお互い名乗った後、親の紹介を始めた。俺は会釈したが、相手のご両親は明らかに不機嫌そうだ。失礼ですが、お母様は体調が悪かったりするのですか？そんなひろきさんの父親の問いかけに、ゆか子は丁寧に答えた。母は、私がまだ幼い頃に他界しております。それからは父が男で一つで育ててくれました。すると、信じられないといった表情で顔を見合わせる。片親の娘なんてありえないでしょ。しかも、父親が中卒なんて私たちを馬鹿にしていますの？俺はその言葉にカチンとしていた。初めてのお見合い相手が、うちの家庭を偏見で見下すような、ろくでもない家の子供とは思いもよらなかったのだ。ひろきさんの父親もかなり気分を害した様子で、言葉はかなりトゲトゲしい。あのね、私や息子の職業はご存知で。困った様子のゆか子が顔を見てきたので、俺はこう答えた。きちんとしたご職業の方とは聞いております。あとはお見合い当日にお互い詳しく聞いてほしいと。そんな俺の言葉をせせら笑うように父親が胸を張った。父親は地方銀行の頭取で、ひろきさんもそこで働く銀行員。そういえば、確かに当日まで秘密にするようにって言ったような気がするな。息子は優秀で家柄もいいし、匂いを嗅ぎつけてすり寄ってくる変な虫が多くて。俺たちの方を見ながら、嫌みったらしい口調で続ける父親。それでうちの職業については秘密にしてたってわけですが。失敗だったようだな。身分の違いってものを事前に分からせておくべきだった。なるほど。知人は、今時形式ばったお見合いなんて、と笑っていたけど、元はといえば、この父親が元凶だったのだ。それにしても、まさかあの銀行とはね。俺は内心驚いていた。不思議な縁もあるものだな。その後、しらけた場の雰囲気をなんとか取り戻そうと、ひろきさんが、ゆか子にこう質問した。そういえば、ゆか子さんやお父様のご職業は？ゆか子も内心気分を害してはいるだろうが、そんな様子はお首にも出さずに答える。父と私は建設関係で。だが、ゆか子が話し終わる前に、ひろきさんの父親がすかさず口を挟んできた。お二人は大学を出ていらっしゃるのかな？これに、ゆか子がまた丁寧に返答する。父は事情があり中卒で、私は大卒です。すると、ひろきさんの父親が、あちゃーっと言わんばかりに、自分のおでこを叩いた。母親も顔を歪めている。こりゃダメだな。中卒で片親。しかも親子揃って建設関係とか。あんたら、ふざけてんのか？それに続けて母親も聞くに耐えないような言葉で俺たちを罵倒してくる。ひろきさんはというと、それを止めるわけでもなく、ただヘラヘラとしてその場をやり過ごそうとしていた。きっとこの両親には逆らえないのだろう。こんな奴らを相手にするだけ時間の無駄だ。俺がお見合いの打ち切りを提案しようとする矢先、ゆか子がさっと立ち上がって
こう言った。わかりました。もう結構ですので。そう言って、さっさと一礼。まるで確認を取るかのように俺の顔を見てきたので、俺も OK の意味を込めてうなずいた。ちなみに、くだらない偏見で人を見下すような銀行には、もうお金を預けたくないので、口座を解約させていただきますね。ゆか子はあくまで冷静な口調で、そう告げる。ひろきさんの両親は一瞬あっけに取られながらも、ゆか子が預けている金額なんてどうせ大したことないのだろう、そう思ったのだろう。ビビたる金額で、そんな偉そうに言われてもね。二人で顔を合わせて、さもおかしそうに笑った。去り際、ゆか子はひろきさんの方を振り返って、こう告げる。親の言いなりになっていても、幸せは見つかりませんよ。あなたがそれでいいなら止めませんが。ゆか子のまるで諭すような言葉に、ひろきさんの両親は激怒した。これだから片親育ちは。あんな負け犬女の言うことに傷つく必要ないわよ。ひろきは私たちと一緒で勝ち組なんだから。当のひろきさんは、そんな両親の言葉が耳に入っていない様子で、何やら考えている様子だ。後日、俺とゆか子はその地方銀行に向かい、窓口で口座の解約を申し込んだ。少々お待ちくださいませ。上の者を呼んでまいります。窓口担当の女性行員から話を聞いた上司も含めて、その場が騒然とした。預けている額からすれば当然だろう。そして慌てて出てきたのが、頭取であるひろきさんの父親とひろきさん本人。まさか、あなたたちがこの口座の？他界した妻は大手建設会社社長の娘だったが、俺はそれを知らずに彼女に一目惚れ。そして交際が始まった。当然妻の父親は猛反対したが、数年にも及ぶ説得の末に、最後は妻の駆け落ち宣言。彼との結婚を許してくれないのなら、この家を出ます。お父様の前には、もう一生姿を現しませんが、それでもいいんですか？一人娘のそんな最終手段に、義父もさすがにぐっとうなった。義父の社長引退後、当初は妻が社長を務めていたが、晩年は体調を崩していたこともあり、俺が代行を務めることに。現在は俺が社長で義父が会長。義父は血縁であるゆか子を次期社長と考え、英才教育に熱心だ。理髪で優秀なりか子は義父のお気に入りで、すでにかなりの権限を移譲し、子会社の運営を任せている。ゆか子が所有する子会社の資金や、俺たち親子の個人的な口座を合わせれば、総額150億円にも及ぶ。それを他行に移されると知り、銀行は大パニック。先日は大変無礼な真似を。申し訳ございませんでした。この通りお詫びしますので、どうかお許しを。ひろきさんの父親は土下座をして謝罪してきた。いくら謝罪されたり、許しを請われても、俺たちの気持ちは変わらない。手続きを進めてもらえます？ゆか子は冷たくそう言い放った。一方、それまで威厳の塊だった父親が、俺たちにひれ伏す姿を見て、ひろきさんは、目を丸くしていたのだ。その後、思いもよらない出来事があって、俺たちを驚かせることに。なんと、あのひろきさんが銀行を辞めて、俺たちが経営する建設会社に入社したいと申し出てきたのだ。うちの父親に啖呵を切ったゆか子さんがとてもかっこよくて、どうやら惚れちゃったみたいです。今までずっと両親の言いなりになってきましたが、初めて喧嘩をして勢いで絶縁までしちゃいました。俺とゆか子は顔を見合わせたが、相談してひろきさんの採用を決定。ひろきさんは
由加子の忠実な部下として働き始めた。確かに優秀で使えるけど、男としては見ていないかな。まずはうちの仕事を一通り覚えてもらわなきゃいけないし、ビシバシ鍛えるわよ。俺も恋愛ではかなり苦労をした方だが、ひろきさんの道のりも相当厳しそうだな。優秀な人材が入社してくれたことは素直に喜ばしいことだが、彼のこの先のことを考えると少し同情してしまうけど。